はい、半田揚げする時の結び方っていうのは8の字結びっていうのがあります。はい、8の字結びをまずこれ作ってみますね。はい、8の字結びどういうかというと、普通の、まあ、これこう普通に結ぶじゃないですか。はい、これ1回ひねりを多くしたのが8の字結び。見た目がちょっと8っぽい、うーん、8の字結び、これが一番破断強度が強いんで、はい、まあ一番強度の強い結び方って言われてるんで、大体まあこれを使いましょうっていうことになってるんで、はい、まずこれを作り方ですね。はい、これ1メーターを動します。1メーター、それでこうクロスさせる、こっちですね、クロスさせる、でもう半回転、半回転で、こっちから手前から奥に通す、奥に通す、はい、でこれがまあ8の字、はい、8の字結びなんですよ。はい、もう一回ほどいてください。今やったのを2個でやる。じゃあね、じゃあまず団子結びっていうか普通の誰でもやる結び、これとこれですね、はい、こう普通にやる、これでも全然 OK、 強度的には全然 OK です。うーん、でもまあより強いっていうんで、これ抜いて、半分抜いて、うん、団子結びみたいにするときにもう一回半分ひねってから手前から奥に通す。団子結びみたいにするで、ここじゃなくて、うん、ね、こもう一回ここにすぐ入れるんじゃなくて、こっちに半分ねじって入れる、うん、そうそうそう、で作ってます。でこれがこれも8の字で、これをカラビナにかける、これが一番強い、一番強い。これ逆にするのは意味があるんですか、こっちとこっちと、あのね、これ1個だと、はい、全然平気なんですよ、こういう安全感付きなんで、はい、たまにこれが変な風にこう回るところで緩んだ挙句に、こう落ちるんです、こうは落ちないけど、これがこういう風に、ね、角度でパッと取れちゃう、ね、はいはいはい、だから2個かけとけば絶対取れる。はあ、なるほど、うん、そりゃそうですね。例えば、このここに結ぶ時だけではなくて、こうクライミングって、はい、こうなんかハーケンをこうカンカンカンと打ってできます、ね、引っ掛けて、からびらかけて、はい、こう通して、そっとこっとこっと登っていくんですよ、はい、ところがこれって実はすごい危険で、落っこった時に普通だったらこう止まるでしょ、はい、それがこうなった時にパッとでしょ、多分死んじゃうんです。うん、でそれが同じことがここで起こる可能性があるので、2つやっとけば大丈夫。山の世界でもどこの世界でもそうなんですけど、起こりうることが必ず起こるっていうんですよ。クライミングでもじゃあ2つでやるんですか、こうやるときは。やらないです。やらないですか。やらないんだけど、今ねダブルゲートカラビナっていうのが出てて、それは取れないのが今開発されてます。ああ、そうなんですか、はい、じゃあ今までそうやってやってたんですね、うん、でもまあめったにこれがねじれてなければ大丈夫で、逆クリップとかいろんな変なやり方するとこうしちゃうんですね。はあ、正しくやってればいいんですけど、でも人間だから間違いを犯すんで、うん、だから起こりうることなんで、カラビナに直接結ぶとこういうやり方します。ところが基本的にはちょっと外してください。はい、なるほど、ダブルクリップ、うん、でね、そのカラビナちょっとこの横にかけて外しちゃって、もう外していいんですか。外していいです。それで本来はロープの末端を自分に結ぶときはカラビナ使わずに半田に直接結ぶんですね。その時に何が必要かというと、最初に教えたこの1本で、今2本でやっちゃったでしょ、2本でやって、はい、こうなったからこうかけたいじゃないですか、はい、ところがこれからやるのは、カラビナを使わない時はこれ1本でまずここでシングルの8の字作ります。1本でシングルの8の字を作る、はい、作りますね。それでこれをここにこの末端、もうこうこの穴ですか、ね、こっちに、ここからですね、うん、ここから通して、上に向こう、ここに、ここ
これをこうやってこっちに持ってますね。ほんで、はい、こうなってますね、8の字が、はい、こっちから同じように通していきます。同じように、これ意外と難しいんですよ。同じように通していきます。同じ逆走させます。ああ、分かりました。ここ、このラインと同じように戻っていくってことですね、はい、戻っていきます。こう来て、はい、でこの方向に沿っていくからこっちに来るわけだ、うん、こうやって、そうです、ですね、はい、のこうなりますね。はい、やってみてください。あ、この後の、あ、またこっちまで行くってことですか、下まで、うん、そうそうそう。でここからこう来てここまで行くんだ。あ、いい、正解。これなかなかできないんですよ、なぜか皆さん。へえ。でグッと引っ張って、こう引っ張って、そうそう、おお、おお、おお、そう、そうすると、カラビナ使わないでこうなる。で本来はもうちょっとここを短くして、ここもちょっとちっちゃくする。まあ、あとが調節すぎるんで、うーん、これ、まあこれもいいです、はい、これで8の字ですね。そうするとこれ取れないです、もう外れるとこないから。うーん、これが一番安全。あ、そう、ただ時間がかかるんで、カラビナでちょこっとこうかけちゃう。例えばもうずーっとこれで1日歩きっぱなしだったらこれでいいんですけど、全然危なくないんだけど、ここだけ危ないからちょっとつけますよっていう時はこれ時間がかかるんで、これカチャカチャって使っててやるんですね。そっか。あ、このダブルでもちょっと危険性はあるんですか。ないない、全然ないんだけど。あ、でもこっちの方が、こっちの方が完璧ってこと。あの、これバーンと落ちると意外とこれがこうやってこうカラビナがカチャンと当たったりするんです。ああ、なるほど、うん、余分な分ものがなくていいってことです。なくていい、カチャカチャしない。で、できればこれを留め結びって言って、もう一個こういうふうにより留め取れないように、この一周巻きつけてこう取ってる。なるほど、うん、最後こう出てるのを一周巻きつけて、そう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 、こうで、そうです、見るとまた一個できるってことですね、はいはい、で、まあこれ取れちゃっても全然あのほどけないです、八の字の場合は。うん、他の結び方の場合は結構取れ、ほどけやすい結び方があるんで、これ留め結びって言って末端処理って言うんですけど、末端をまあこう癖にしましょう。でも八の字結びは絶対ほどけないんでいいんですけど、あの習慣的にこう必ず、まあ、やっといて損はないと、損はないんでやりましょう。なぜこれをやるかっていうと、まあいろいろ話が飛んじゃうんですけどね、これはあの八の字結び、はい、これクライミングやるとき、あのフリークライミングやるときに、はい、まあ、平山雄一とかもこの結びをしろっていう、もうこれをクライミングジムとか行くと絶対これでやってくださいって言われるんですよ、はいはい、ところがこれ10回落ちると閉まっちゃうんですよね、うんうん、閉まってもほどけなくて、うんうん、ほどくの30秒ぐらいかかるんですよ、うんうん、で雄二なんかは、まあ、俺もそうなんですけど、この結び方しない。どんな結び方するかっていうと、ヨットと同じボーラインノット、ブーリン結びっていうのがあって、それはこれ覚えなくてもいいんですけど、こうやってパッとできるんですよ。ほんでこの結び方は何トンかかってもヨット結びですから、何十回何トンかかってしまってもピッてやるとほどけるんですよ。ほどくのに時間がかからない。でもそのくらいほどけやすいんですよ。やっぱりほどけちゃうんですか。ほどけちゃう。長い間結んでると、例えばフリークライミングで30メートル登るだけだったらもうその時間にほどけないんだけど、1日中結んでるときは絶対ほどけるんですね。じゃあそれは1日中やるようなときはやんないんですね。8の字結びでやるんですけど、でこういう結び方のときにやっぱ留め結びっていうのはすごい必要になってきて、ほどけやすいんで、ここでこれダブルで、これだとまずほどけないっていうので、まあどんな結び方でもこれをやっておけば間違いないっていうんで、八の字でもやりますよっていう。八の字でハーネスに結んでくださいって言ったらこれをやる。で、ちょんがけでいいですよって、ちょんがけって言うんですけど、ちょっとかけるみたいな意味なんだけど、ちょんがけでやってって言ったらカラビナ2個かけて、あ、ちょんがけはカラビナのことです。カラビナのことです。8の字やってって言ったらこっちなんですね。で最後に絶対これをやると、うん、ここは、うん、ちょんがけの場合はもう2個でもうこのまま
そこで初めて作っちゃうから早いんですよ。戻す必要ないから、はい、でカラビナカチカチと、カラビナカチカチ、あ、そうですか、はい、チョン掛けは普通にダブルでやって、こういうことですね。それだと8の字じゃない。あ、そうか、もう 半ひねり。あ、そうか、これで、ここだと8の字じゃないんで、ここもう半ひねりの、そうそうそう、ここですね、はい、で、チョン掛けはこれを、コーチと、コーチで、それぞれにかけて、赤をなくす、まあ、あの、これが本当安全なんですけど、はい、まあ、これ1個しかない場合は、これ1個でも構わないです。まず取れないんですよ。でも、やっぱりこう、2個あるときは2個でかけてます。その他、こう歩いてるときは怖くないけど、例えばすごい、崖っぷちになったりすると、やっぱり2個でやりたいなと思うようになるんで。わかりました。うん。今、ちょんまげで、これが多いです。ちょんまげだったら、外してとか、はめてとかすぐできるんで、実際はこれで やることが多いです。ただ正式にはさっきみたいに8分でやってこう通して、こうここにこう、ここね、この2つにここに直接かけるんじゃなくて、こことここにかけます。ああ、そこそこ、ここから通してこうね、まあ強度的には全然問題ないんで、これでもいいんですけど、あ、ここでも、うん、あ、そっか、どっちでも、そっちはこっちになってるんですね。そう、こっちでもいいんだけど、まあ普通クライミングなんかで結ぶときはここと、ここですね。ああ、まあ2本ありますね。これはビレーループなんで、はい、ビレーループっていうのは何かっていうと、確保する、例えばトップで登ってる人を確保するときに使うんです。どういうことかっていうと、要するに岸壁投範するときは、はい、これと、はい、まあ、これ直接で2人が常に 50m ロープなんですけど、いっぱいで結ばれてるんですね。いると、はい、で星野さんがトップで登りますよっていう時に、どうするかっていうと、ここは開けといて、このこういうビレー管って言って、はい、星野さんが登るじゃないですか、はい、これどうやって使うかっていうと、これ懸垂加工もできるんですけど、こうやって星野さんが登ってって、さっきここから落っこった時に引かれるじゃないですか、はい、でこれで制動でここで止まるんです。制動機って言って、まあ、1トンの力で引かれてもこれで止まるっていう、ここでまあ力を吸収しているものなんですけど、それを使うためのループなんで、基本的にはこれ開けとかなきゃいけない。なるほど、うん、だからそれはロープはメインロープを確認するんで、こうセーブをしたりするときにこれを使いますよと。へえ、これはね、まあ基本的に開けとく、開けとくものなんですね。でこれもこう、あの懸垂加工っていうのはロープを降りるんですけど、それは常にこう2本かける、ね、はい、なぜ2本かけるか分かりますか。どういうことかっていうと、こういう感じですか。そう、例えば、ロッククライミングカルステンツ 500m 登って、はい、懸垂加工、あ、降りなきゃいけないときに、はい、このロープを、これ50メートルだから、はい、こう、25メートル1回に降りられることないじゃないですか、はい、その時に、これもできれば今回ちょっとやりたいんですけど、これを2本かけて、こうやって、自分が降りるんですよ、はい、それで降りたらまた次降りなきゃいけないんで、これ回収しなきゃいけないんですよ、うん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 、でこれ引っ張れば取れるじゃないですか、はい、でまたどんどんポンと落ちてくるんで、また25降りる。回収するためにこれ2本降りる。これ全く結んじゃったらこれ残しなきゃいけないんですよ。あれ、こいつは置いとくんですか。これはね、
このこういう値段の高いロープは使わずに、安い捨て縄って言って、あの捨ててもいいような安いやつを使うんですよ。このカラビナと、カラビナ使わないです。もう紐ここに直接通しちゃうんです。ああ、捨てちゃう。そういうことですか、はい。カラビナ使わないでロープをここに通して、ここに直接通しちゃう。じゃあこのロープくんが残るってことですね。ドン、トン、トン、トンとか、はい、そういう、まあ大体ルートにはもう人気ルートには残ってて、カラビナも残ってるんですよ。それからこれ持ってっちゃダメですよっていう感じで、あのまあそれルールなんで、そうすればこれが、これ一回これ使っちゃうとロープ引き抜くときにこれ吸い切れちゃうんですよ。あー、なるほど。 ロープでやっちゃうとですね。1回しかダメなんですよ。カラビナだったら大丈夫、何十回でも大丈夫、何百回でも大丈夫なんで、今ルートにはこういうの残ってるんですけど、やっぱりこうそういうルール知らない人持ってっちゃうんですよ。ああ、これカラビナ見っけたって、あ、ラッキーみたいな、ラッキーで持ってっちゃうんで、そういう人は日本でも多いです。へえ。あ、忘れてってるわけじゃないんです、ね、じゃないんですよ。あの次の人のために置いてあるんですけど、へえ。結構そういうマナーのない人も多いです。なるほど。ほいで、だからこのループというのはグレーループっていうんですけど、はい、こういう加工機を使う時のために、開けとくためにここに結びます。なるほどですね。で、明日とか、はい、重曹する時は、はい、もうこうちょんがけで、いきます。危ないところだけロープこうつけます、はい、危なくないところはまた外してくださいって言って、はい、僕がロープ持って歩いて、また危ないところ出てきたらつけます。はい、はい、そういう使い方を明日しますので、はい、今日はこれを教えました、はい、じゃとりあえずあんまりいっぱい教えても一気に教えてもあれなので、今ここでハーネスはもう OK なんで、これはここに何か置いとくと見た目ダサいんですよ。ここなんですね。必ずここに戻します。ここら辺はじゃあハーネスをかけ、あ、カラビナをかけるためのなんですね。かけです。いろんなものをかけるっていう。あ、で、長くなればなるほどカラビナジャージャラになるんですか。なります。だからもうルートが、ルートを登るときはいっぱいになります。へー。ただこういう雪の尾根道とかは危ないところで結ぶだけなんで、まあ、こんだけやれば十分。カラビナっていうのは基本的に回収してくるもんなんですか。もう回収、全部自分で、はい、降りてくるときも、あ、さっき降りてくるときはそうですね、はい、縄だけで回収できるものは回収、できないときはもう捨てていくんですけど。へえ。そのためにね、もう捨ててもいい安いミナをいつでも何枚か持ってるんですよ。へえ。あ、そうなんですね。はい、100円とか50円で売ってるんで、古いやつがね。あ、そうですね。そういうのも結構大事。へえ、捨ててくるためにね。すごい、これが命を助けてくれるわけですね。それを助けてくれます。この時のちょんがけの蜂の汁水は、はい、日本酒、日本で、こっちでこのままいっちゃうと普通なんで、うん、もう一周通して、うん、上、うん、でここでちょっと見てください、はい、これこう、なんかピシッと綺麗じゃないですか。なるほど。こうやっぱりこう美的に塗った方がちょっとプロっぽいんで。確かに、はい、全然違 う, う, う、あ、このラインとかですよね。はい、まあ、ねじれてたり、これねじれてたり交差したりするとかっこ悪いんで。なるほど。なるべくこの美的な感じができる方がいいやつ、蜂の人物に、はい。なるほど。いいですね。はい、わかりました。ちょっと待ってですね、もう一周して、これを入れる。はい。それなんかうまく、あ、そうだ、これだな。これで結構。そうですね。それ結構いいですね。はい。もうちょっとこう。ちょっとつまんでるというか。あ、こっちか。はい。あ、いいですね。マジマジですね。はい。で、これは蜂の巣、蝶がけ。で、これもですね。そう。今度、ハーネスに直で結ぶ時の。の、先に丸を作っていくんですね。はい、ただ、ね、もうちょっとその場合はここ1メートルぐらいにした方がいいです。この折り返しを1メートルぐらい、あ、折り返しを長くしないといけない。そう、それになると留め結びができなくなる。あ、そっか、うん、そのぐらいいいですね。長すぎてもダメなんですね。長すぎても今度かっこ悪いんですよ。蜂の、これは普通の蜂の字結びですね。
8の字です。そうですね、8の字。いや、それ1回多いんじゃない。あれ、1回、あ、これでいっちゃう。普通の結びです、ね。うん、半ひねり、半ひねりだからここか。そうだね。ああ、なるほど。8でしょ、それ8っぽいでしょ。8ですね。で、こことこっちですよね。そうっす、こっちですね。はいはいはい、ここは開けとくんですね、うん。で、同じように戻るんですよね。来てるからこっちだ。入って、で、外側を回り込んで、もうちょっとね、引っ張っていいです。ここもうちょっとちっちゃ、この、あ、こちらですね、ちっちゃくする、うん。あ、ここできるだけちっちゃく、ちっちゃくした方が。で、こいつはこっちに、下に来てるから、うん、下か。下に回り込んで、下だ、こうですね、うん。ほら、さっきもうかなり長く取ったけどこれしか余ってないでしょ。あ、本当だ。まあいいんです、これでもグッと締めてください。本来はもう一回ですね、うん、やるんだけど八重はほどけないからそれでも OK。 よいしょ。またちょっとあんまりこう美しくないですね。そうですね、まあ、まあ美しくなるようにこう通していけば美しくなりますから。なるほど、はい。あ、でも論理的にこれ、うん、間違った、同じ方向に戻ればいいんですもんね、うん。できればここをもうちょっとちっちゃくして、はい、ここを長くする、はい、ような感じでもう一回やってみましょうか。はい、じゃあこんな結構取ったはずなんですけど短くなりましたね、うんうん。もうちょっと長くしておくんですか。まあ、そこはね、1メートル、ここは1、この段階でここが1メートルぐらいがちょうどいい。この段階、あ、そっか、結んだらもう1メートルじゃなかったですね。うん、もうちょっと長く取った方がいいかもしれない。そうですね、さっきの、このぐらい取って半回転、ここだ、うん、8でしょ。今でそんなにここできつくする必要ないですね、うん。下、下、戻る、小さめ、小さめ、こっちか、ここで、こっちを取った方がいいかな、こうで、うん、あれ、また、うん、ちょっと短いけど、あれは綺麗だったね、はい。で、ちょっとよくなったね。今度は最後これを、こうやって自分で一周するのに、まあ入れるだけなんで、こいつをこうやって一周するのに中に入っている、こんな感じ。ナイスで、よいしょ、よいしょ、ちょっと汚いですね。まだここがでかい。もうちょっともうちょっとちっちゃくするともうちょっと美しい。ああ、でも全然 OK です。はい、うん、ありがとうございます。まあ今だからです、ちょっと復習しないと。はい、はい、この2通りですね。2通り、とりあえずは、うん、本当はあるんですね、うん。まあ今何かやっても今1回忘れてまた後でやったが覚えて。そうですね、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。じゃあほどきましょうか。